なんだっけ、あれですね、アートカミオンの、外伝の、ね、続きでございます。まあ、トラックが好きな女の子のね、難病なのかね、重い病気を抱えてる女の子の夢を叶えるということでね、まあ、ちょっと、あれだよな、その子は手術を受けてる頃なんでしょうかね。頑張ってるだろうか。頑張ってるよな。復帰したもんな。ねえ。それに、リョークも出てるし。そうね、この女トラッカーの人の妹さんなんだよな。リョークも天下一の思い、きっと届くさ。ねえったら。うぅ、なんだ、おばちゃんか。なんだじゃないわよ。早く注文決めてよ。あ、注文？やっぱり今日は何も食ってない。今日は無理よ。あら、何にも食べないなんて。また好きな人でもできたのかしら。またっていうね、またっちのいいですね。こうしても仕方がない。どっか行こう。冴えない面だな。思いは見つかったか。わからない。でも俺、あんと勝負したい。俺の思い、確かめさせてくれ。怪我をした腕で走れるのか。そうだ、怪我治ってからの方がいいよ。当たり前だ、こんな怪我くらい何でもねえぜ。無理するな、バンズの状態で車を運転した方がいい。いや、言ったけど、この男と戦うチャンスを逃すだけにはいかないんだ。これが最後だ、ついてこい。まあ、最後なんだこれが。いやいやいや、大型の救助トラック、俺と本気で戦う気になった。痛みがどんどん増してきやがる。このまま走り続ければ俺の体は。でもここの勝負だけは逃がさなきゃいけないんだ。俺の力と、そして俺の思い、この勝負についてぶつける。そしてきっと勝手にする。俺の思い、この走りについてぶつける。こんなさ、この、なんだ、トラック私の人生を棒になくしてしまうまでのことをする必要ないんじゃないかと思っちゃうんですけどね。元気になってからまたやればいいじゃないって。会えなくてもそう。この人と会えなくてもいいかもしれない。いいのか、これで本当に。
じゃあまた続きはまた次回ということで。